こんにちは、カプリショーです。今回はこちらのハンドスピナーを作っていきたいと思います。手のここのところにここがぶつかってしまうと摩擦が起こってうまく回れません。こちらの方はちょっと小さいタイプです。それでは作っていきたいと思います。この大きさは縦横が15cm×15cm の折り紙で作ったものです。ですが回した時に少し大きいのでここのところで引っかかってしまう可能性が高いです。そこで今回は 12.5cm×12.5cm の折り紙を利用しています。それでは早速作っていきます。三角に折ります。開いてくるっと回して三角に折ります。開いたら中心に合わせて折っていきます。くるっと回して中心に合わせて折っていきます。そうしたらここを押さえてこの線のところに合わせて折っていきます。くるっと回してこちらも同じようにここを押さえて折っていきます。押さえない場合ギュッと飛び出してしまうのでギュッと押さえてそれから折ってみてください。半分に折ります。中心の線に合わせて折っていきます。ひっくり返してこちらも中心に合わせて折っていきます。ここに合わせてこう折ったらこの部分をくるっと回して後ろに持ってきます。向きを変えてこの線で折ったらこの線に合わせて後ろに折っていきます。そうしたら後ろ側に折ってここにポケットがあるのでこのポケットの中に余っている部分を入れてください。こちらも後ろ側に折ってポケットがあるのでこのポケットに入れてください。これでこの部分の出来上がりです。それではこの羽になっている部分を作っていきます。こちらと同じ縦横が 12.5×12.5 の折り紙を4等分にしていきます。くるっと回して
サミで切っても OK です。で切った方がきっと綺麗にできると思います。そうしたら同じものを4つ作っていきます。三角に折って開いてくるっと回して、三角に折ってくるっと回して、辺に合わせて折って開いてくるっと回して、この線に合わせて折ったらひっくり返してこの線に合わせて折っていきます。くるっと回して、この中心の線に合わせて折っていきます。ひっくり返してこちらも同じように中心の線に合わせて折っていきます。そうしたらこちらをくるっと回して、こちらにあるこの部分を後ろ側に持ってきてください。これと同じものを3つ作っていきます。ここからはスピードを速くします。4つできたら今度は向きを変えます。そしてここに、ここの一番下のところに挟んで、こちらも何枚かになっているので、その一番下のところにこの部分を挟んで、ここのところが合うようにしてください。そうしたらこのラインに沿って、このラインです、ここを折って、このポケットの中にこの部分を押し込んでください。こちらも一番下のところに差し込んで、そうしたらこのラインに合わせて、折って、
部分をこのポケットの中に入れていきます。残りもすべて同じようにやっていきます。そうしたらホチキスを芯を使ってこういうふうに入れると入りにくいので横からこういう感じでずらしてきて、そうするとですね、割と簡単に反対側に入ることができます。横からずらして、おっと小さいので横からこういう風に入れるようにすると入ると思います。これでハンドスピナーの完成です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。